村製作所ではここ長野では欠かせない不動線を作ってます。使う人の身になってを企業理念に不動線を作って70年、イエスものづくり。今回は寒冷地の水と人々の暮らしを見守る長野市の竹村製作所を紹介します。竹村製作所は凍結を防ぐための給水器具の製造販売を行っています。バリエーションも豊富です。その製品の特徴について伺います。私どもの製品不動線はこうハンドルをひねって水抜きをするという形になりますので、電気のいらないエコ製品というふうに、そこが特徴かなというふうに思っています。不動線はメインなんですけども、最近はより使いやすく、それからデザイン性のあふれたものというふうに力の上と変えてきています。でそうしますと、寒冷地だけではなくてですね、非寒冷地、暖かい地域の庭でもですね、使っていただける水栓柱というものになるんですけども、そういった製品を徐々に増やさせていただいています。顧客のニーズの多様化にも対応し、さまざまな製品を開発する中で、竹村製作所には不動線メーカーとして異常気象による寒波への対応も求められています。最近はやっぱりその寒暖の差っていうのがかなり大きくなってるんじゃないかっていう感じを持っています。水道凍結っていうものが数多く発生したので、従来 その寒冷地だけではなくて、より全国広い範囲の中にですね、私どもできることはまだまだあるんじゃないかなというふうに思って、そんなところで自分たちの知恵や技術を生かしていきたいなというふうに思っています。Yes!